柱に行くわよ。依頼は来てるかしら。しないとね。いい選択ね。お社に行くわよ。依頼は来てるかしら。
役目は果たすわ。なってみせるわ。これは何かしら。この術で。役目は果たすわ。
ってるかしら。役目は果たすわ。この術だ。しないとね。何にしようかしら。
支度しないとね。
託しないとね。こちらに行くわよ。依頼は来てるかしら。これを受けるわ。警戒しながら進むわよ。依頼は来てるかしら。これを受けるわ。役目は果たすわ。
さて、集中するわよ。いつでもいいわよ。ありえないわ。
なかなか厳しい修行ね。今度こそように。エニーサーチ、コンバットオープン。スチームレギオ。鳩の国にいることは想定内です。あなたたちの好きにはさせません。イズン待っててね。お城まで私たちが案内するから、ついてきて。それじゃ。役目は果たすわ。知らねえ。
チームレギオンがここまで入り込んでるなんて、これはいよいよやばいかもしれないわね。そういうのはプラグになるからやめましょう。イースンならきっと大丈夫。きっと城が落ちるまで3日はかかるもの。それはイストワールの仕事の話だろう。でもまあそうだな、それなら安心だ。ええ、無事を信じて今は急ぎますわよ。
この術で。知らね。もう少しで宿場町を出るわ。あとはこの辺にいるはずのボス級を倒せば終わりよ。エリミネート、エリミネート。何こいつ、これも敵、忍者なの？ユキちゃん惑わされないで、これも忍びだよ。そうか、こいつも忍者か。ならば俺のことを知っていなそうだ。その姿戒めろ。
な奴までいるなんて。でも、これで邪魔者は消えたわ。はい。こんなのどんだけ倒しても、私は何してるんだろう。お城までもうすぐだけど、町が…静かだな。それに、すでに敵はいない。つまり…ホムラさん、それは思っても言ってはいけません。あの、こんな言葉しかありませんが、大丈夫ですから。悪い。そんなつもりじゃなかったんだけど。皆さん気にしないでください。覚悟はしています。ですが希望は残されていると私は信じていますわ。ここも誰もいないみたいね。イストワール、また遅かったか。今しめよう。おい、シェアクリスタルを確認するぞ。それではっきりするだろう。チッ、ダメか。クリスタルの光が、シェアエネルギーが、ない。あら、遅かったじゃない。やっと帰ってきたのね。敵は引いたかしら？もう、アイちゃん、ネプネプたちだって急いで来たですよ。アイちゃん、コンパ。お帰りなさい、皆さん。仕方ありませんね。こちらがすでに強引な手段を取っている以上、信じられないのも無理はありません。ロングスピーチは無駄だったな。まあいい。この国のシェアエネルギーを手に入れればミッションクリアだ。皆さん、ここは通しません。皆さんが鳩の国のために戦っているのに、大名の私だけ逃げるわけにはいきません。ふん、その気概は買うが、大名では忍者に勝てんだろう。That's bullshit! いつだって殺すことは簡単だ。テツコはどうしたい？こいつは同盟の指揮をしている。トップを潰すのは上等手段だが。確かに。ですが。はい、そこまでよ。コンパ流忍術、研磨連山。くれましたか。遅くなってすみません、イストワール様。町にも敵がいっぱいだったから、思ったよりも時間がかかったです。 Wow! Isn't that just wonderful? You は忍者だというのか。コンパ流にはまだこれほどの使い手がいたとはな。面白い。だが、ここまでだ。テツコ、シェアエネルギーを奪え。はい。させると思う？サンシタはどきなさい！後院客！そのセリフ、リターンだ。なぜならミーはサンシタではない。アウトオブマインドだな。あら、そう。それなら全力で行かせてもらうわね。コンパ、この辺暑くなるから、イストワール様と離れてて。行くわよ。あんたの魂、冥界に送ってあげる。言うばかりずるいな。
こちらも本気モードで相手をさせてもらおう。その必要はありません。もう終わりました。よ、引きますよ。ふん、これからがショータイムだったのだが、相変わらず仕事が早い。イースンさん、あれは小さいですがシェアクリスタルだと思われます。あれにシェアエネルギーを移して奪っているということですか？この国のシェアエネルギーはいただいた。これでユーたちは何もできない。グッバイ。あ、こら待ちなさい。逃がすと思って。アイちゃん待つですよ。一人は危険です。それにイースンさんを置いていけないです。そうね、ありがとうコンパ。今はここを守ってみんなが戻ってくるのを待つべきね。こうしてアイエスさんとコンパさんのおかげで私はなんとか助かりましたが、すみません、シェアエネルギーは守れませんでした。先に町が攻められて、そっちで足止めを食ってるうちにこのざまよ。ネプコたちに任せっきりで、鳩の国も人材不足よね。年中求人を出しているのだけど、うちの待遇じゃ女神級の忍者は来てくれないわ。逆お祈りされてばかりよ。そうだったですか。ネプネプも大変です。まあないものねだりをしてもしょうがないわよね。けど緊急時に何も力になれず、最近修行もおろそかになっていたから、なおさら面目ないわ。私たちもまんまとしてやられた。お前たちも気にするな。そうですわ、イストワールが無事で良かったではありませんか。相手の狙いも詳しく分かりましたし。ヨウタテツコの目的は悪鬼と言いましたか。そのようなものが本当にいるのでしょうか。そっか、ユミちゃんたちは知らないんだよね。昔々あるところに悪鬼というものがいて、この世界を滅ぼそうとしてたんだって。そいつをコンパ源流祭と伝説の巫女が倒した。だが実は死んでいなくて、スチームレギオンが狙っている。こんな感じだよな。なんだか緊張感が伝わってきませんが、多少わかりました。どこに封じられたんだ。まさか近くのでかい湖の中か。いえ、アイエスさんとコンパさんによると、悪鬼が封じられてるとしたら西方の富士山にある供物平坂の奥と思われます。ねえ、この二人って何者？私は供物神社の巫女、コンパ流の忍者でもあるわ。供物平坂はそもそも悪鬼との戦いのせいでできたんじゃないかって話があるのよね。私はこれでもコンパ流の顔役で里に伝わる話を調べてきたです。人の少ない場所、西の方で倒したって。ふーん、コンパ源流祭の関係者か。私なんかよりよっぽど姫にふさわしそう。その悪鬼は忍者なのか。俺の記憶の手がかりがあるわけないでしょ。さすがに古すぎよ。まあ次の目的地は分かったわ。敵は富士山に現れるのよね。富士山のふもとに供物大社があって、山頂の供物平坂への入り口を管理しているわ。部外者は立ち入り禁止よ。だがそこを狙ってくるのだろう。そんなことを言ってる場合ではないと思うが。私が話を通し、供物平坂へ入れるように手配しておきます。皆さんは休んでいてください。私も手伝うです。準備ができたらみんなに伝えに行くので、好きにしてていいですよ。疲れているところ悪いが、なるべく早く頼むぜ。相手の動きが想定しているより早い。
だな。いい加減追いかけっこには飽きた。すぐに行った方がいいんじゃないか。私たちは準備をします。早く行けばいいというものでもありません。それでは皆さん、お風呂はどうでしょう。移動が続いて疲れてますし、休むことも立派な準備ですわよ。前に入った広いお風呂、いろいろあったけど楽しかったな。ユミちゃん、いいよね。仕方ありませんね。疲れが溜まっているのも確かですし。風呂か。みんな長湯には気をつけろ。長湯くらい平気でしょ。少しの間だけどゆっくりさせてもらうわね。それじゃ案内するわ。いい湯だ。落ち着くな。戦いの前に風呂などと、と思っていたが、悪くない。うん、いいよね。大きいお風呂。いいわよね。くつろげるし。鳩の国はお風呂好きが多いのよね。これで結城とゴートも、裸の付き合いをした仲だ。次の戦いでも背中を預けられるな。次の戦いか。この感じ、俺は風呂に入ったことがある気がする。お風呂くらい入ったことあるでしょう。まあここまで大きいお風呂は珍しいわよね。お風呂でリラックスして何か思い出せるといいわね。リラックスすると肩の荷が下りた感じがして、すっと楽になりますね。実際湯船に浸かると肩が軽くなりますし、これからの戦いに備えてゆっくりいたしましょう。ねえブラン、なんか私たちって肩身が狭いよね。これが忍者界の格差社会ってやつかな。私はそんなもの一切感じないわ。疲れとともに妬みや苦しみも洗い流されていく。今の私は戦いの日々や敵だったことも忘れている。普段無駄の話題に食いついてくれない。どう見ても完封負けの大きさなのに、いつまでも負けないって言い張るのにな。ねっ、ダメよ。全ての恨みつらみを洗い流すの。相手にしてはネプテューヌの思うツボよ。お前たちはそんなことでも争ってるのか。そういえばスチームレギオンとの件で忘れていたが、お前たちとの決着はついてなかったよな。せっかくこうして集まったんだ。勝負事なら何でも決着がつくまでやろうじゃないか。まさかホムホムが食いついてきた。コンパリューとハニパリューの超忍者対戦勃発。じゃあ審判はユキちゃんとマックールね。何？ならば揉ませろ。マックール、悪いけどそれはできないんだ。いろんなところに怒られちゃうからさ。そうか。ではどうすればいいんだ。もうホムロちゃんもネプちゃんもダメだよ。ゴーさん困ってるし、私たちはこの後のためにも仲良くしないと。アツカの言う通りだ。やめておけ。そんなもので戦ってどうする。しかも結果は一目瞭然だ。ちょっと何勝った気でいるのよ。私たちのどこがあなたたちに劣ってるっていう。負けました。おやおや、あのプライドの高いノワールさんが自ら負けを認めるなんて。だって私はかろうじて戦えるけど、戦力外もいるし相手にならないわ。
ハニパ4人の相手ができるのはベルくらいね。諦めるのは早いですわ。どんなゲームでも力押しなど初心者のすること、幅広い需要を満たしてこそですわね、ゆうきさん。勝ち負けなんてあるの？でも姫は小さくて可愛かった。どうよ、あなたたちには個性がないわ。それで勝ったつもり？結城は私たち側のようね。これが戦略と戦術の違いですわ。大きさでは優位でも違う土俵に上げてしまえばこちらの勝ちですわ。個性がない、そっか、私に個性がないのってそれだったんだ。みんな似たり寄ったりじゃ地味だよね。アスカさん、負けてはいけません。まだ反撃はできるはずです。ボスちゃんにクリティカルヒット、コンパニューの大逆転だ。デールやるね。ただの言いがかりだ。お前たちは本当にそれでいいのか、誇れるのか。負けている部分があることに変わりはないだろう。確かにこれはただの絡め手で形勢を立て直したに過ぎません。逆転とまでは言えませんわ。それに私も今まで散々大きさで皮肉を言ってきた手前、自分を否定することになりますわ。ベール、あなたが負けたら終わりよ。まだあるんでしょ、僕の手が。もう諦めろ。ブランはこの話に参加していない。それが何よりの証拠だろう。ブランからも何か言ってあげてよ。ステータスとかなんとか。私は、その、胸は、忍んでるのよ。そうですね。とても忍びらしい。これは一向の価値がありますね。ああ、私もなんだか大人げなかった。すまない。今回は勝ちを譲ろう。勝者、ブラン。それでこそ真の忍者だ。なんと意外にも超忍者大戦の勝者はブランだ。ブランには忍者オブ忍者の称号が贈られます。ありがとう。あなたたちはいつか絶対にお風呂に沈めるから。ユキちゃん大丈夫？ずっとぼーっとしてるけど、お風呂は合わなかったとか？別に。さっき言ってた思い出すって本当かも。姫のことばっかり考えちゃう。そうだ、イースに居場所聞かなきゃ。ちゃんと調べてくれるって言ってたし、仕事は遅いけど頼りになるから大丈夫だよ。本当？お願い、何でもいいから知りたいんだ。無事に戻ってこれました。いよいよ次で終わりです。ようやくここまで来たか。何か問題はあるか？そうですね、アフィモージャスは無事のようですが、スチームレギオンを去ったようです。お金もしっかり持って。忍者たちを引きつけただけで十分だ。次の戦いには奴も金も必要なんだろう。はい、船が無事で安心しました。女神4人たちはそれだけ自国が大切だったのでしょう。ふん、スイートな連中だ。だがもし船が破壊、落とされそうになったら、忍者たちごと落とすつもりだった。テツコもそれには反対しなかっただろう。そうですね、
船も兵も無駄にはできませんから。 OK だ。他に問題は？アール姫が行方不明です。まだ妖壺太夫が連れていると思いますが、念のため探しますか？探すぐらいなら計画を進めた方が早い。すべての障害をミーが取り除けば問題ない。しかしまさかいきなり裏切るとはな。これだから忍者以外は信用ない。それとも始末するつもりなのを感づいたか？私はそこまでするつもりはありません。監視できていれば十分のはずです。目的を果たすためにどんなそしりも甘んじて受ける覚悟をしたはずだが。すべてを徹底するのがいいとは限りません。他に問題がないのなら始めましょう。いえ、私たちの戦争を終わらせましょう。いいだろう、ファイナルミッションだ。皆さん、ゆっくり休めましたか？みんなでお風呂を楽しんだから元気いっぱいだよ。それでさ、イースンに聞きたいことがあったんだけど、アール姫の居場所って分かった？あれから随分経ってるから姫もそろそろ限界のはず。何でもいいから教えて。すみません、状況からいくつか目星はつけていますが、正確な位置まではまだ不明です。人がいる以上、必ず食料などの動きが出ます。張っていれば、いずれ尻尾を出すはずです。もう少しお待ちください。次の目的地は、予定通り富士山ってことになるのかしら。その前に、みんなで目星を総当たりするって手もあるけど。姫の方は調査結果を待つべきね。総当たりだとかえって時間がかかるわ。確実な方からよ。ごめん、私はいけない。みんなと一緒にいたのは姫がいる可能性があったから。私の任務は姫の救出。ここからは一人でやる。君たちは富士山へ行って、私は世界の平和より姫を取る。だからここでお別れ。謝ることはありませんわ。主に仕えるのが忍びの務め。私もそちらに行きたいぐらいですわ。むしろこっちこそ手伝えてなくてごめん。私たちの任務はスチームレギオンの打倒で。でも別の任務になっても仲間だからね。すまん、俺は記憶というものを失っていてな。姫が誰かわからん。だがこっちは任せろ。ゴーは姫のこと元々知らないでしょ。でも姫はね、会ったら忘れられない可愛さだから、楽しみにしてて。勇気、勇気、聞こえますか？そうそう、声もこんなに可愛く。姫、無事で。私信じてた。よかった。なんだこれ、アール姫なのか？ってことはこれがビジョンか。勇気も無事そうで、力が通じてよかった。これで。そこはどこ？すぐ迎えに行く。わかりません。どこかの洞窟です。時間がありません。今から広範囲のビジョンを使い、洞窟の外を送ってみます。待つんだ。そんなことして平気なの？顔色も悪いのに。少しなら。だからお願い、私を見つけてください。
私も勇気を信じてます。あ、消えちゃった。姫の声も聞こえないし、限界だったのかな。みんな、今の場所わかる？ダメだ、わからない。どこかの峡谷、V の国じゃない。すまん、俺は。ゴー、それはいいから。今のは鳩の国でもないわ。マーベ国でもありませんね。私たちの国以外だと絞りきれないかもしれません。そこまで考えて場所を選んだのなら大したものです。あれは通報峡谷ですね。目星をつけていた一つなので間違いないでしょう。ここから西にある峡谷です。わかった、私行ってくるね。ゆうきさん、私たちも行きます。場所がわかっているのなら姫の救出に行っても問題ありませんわ。方角は同じようですし、他の流派とはいえ妖怪に組みした忍びなど見過ごせません。ああ、単なるついでだ。だいたいな、勇気は前回逃げられてるんだ。私たちを頼れ。でもダメ、やっぱ頼れない。これは私の問題だから。君たちは世界を。心配しなくても、姫は私の命に代えても助ける。ああ、もう勇気の問題は私たちの問題なの。ここで一人で行かせたら気になって世界も救えない。だから行くの。これでいいでしょ。素直ではありませんわね。私もずっと気になってますから間違ってはいませんけれど。イストワール様、それでいい。アール姫を救出後に富士山に向かう。そうですね、皆さんで行ってください。目星がついていたのに見つからなかった場所です。洞窟と言っていましたし、人手が必要でしょう。ありがとう。お願い、姫のために力を貸して。もちろんだよ。いや、話がまとまってよかったよかった。ということでイース、あとは私たちに任せて。ネプテューヌさん、皆さん、それではミッションを言い渡します。速やかにアール姫を救出し、スチームレギオの目的阻止に向かってください。今回の件、アール姫は鍵になるかもしれません。皆さん、頼みましたよ。Thank you.
てなさい。いい感じよ。心が晴れていくわ。いつでもいいわよ。うん、順調。警戒しながら進むわよ。
片付けるわよ。と片付けるわよ。
役目は果たすわ。
しいわね。役目は果たすわ。
っと強くなってみせるわ。やるじゃない。これくらい。エプキーヌ、任せて。片付けるわよ。
がコンパ流の真髄。こちらに行くわよ。依頼は来てるかしら。心が晴れていくわ。ホテル
順調。心が晴れていくわ。いい感じよ。なかなか厳しい修行ね。心が晴れていくわ。いい感じよ。集中するわよ。うん、順調。心が晴れていくわ。心が晴れていくわ。
しようかしら。見てなさい。ホテル順調。修行ね。おやしらに行くわよ。依頼は来てるかしら。